どうも皆さんこんにちはチャックバスです。本日はですね、ANA 国内線の ANA ラウンジありますよね。こちらが有料利用拡大ということで、先日ね、ANA から発表がありましたので、こちらの解説とですね、またね、Yahoo ニュースとかにもなっておりましたけども、国内のですね、旅客施設使用料、通称 PFC っていうね、ものがあるんですけども、一部の空港でですね、値上げ発表されましたので、こちらについてですね、今回、 解説やっていいいいきたいなととと思いますということで今回ですね ANA の国内線のラウンジですね有料利用が拡大ということでステータスをね保有されてない方もですね ANA ね登場する際に現金をね払えばですね利用することができるっていうふうになりますんで JAL のねステータスを持っていて ANA のステータスを持ってない方とかですねまたね今後ね ANA のね、ね、スステータス取りたいとかです、ね、SFC 修行を検討される方であったりですね ANA ラウンジに入ってみたいっていう方はですね結構ねいいのではないのかなというふうに思いますので是非ね最後までご覧いただければなと思います。 それではではすね、まずね知ってる方もね多いかなと思うんですけども羽田空港の ANA ラウンジっていうのは国内線国際線ともにですね ANA の飛行機に搭乗する際にお金払えばですね今ねラウンジって利用することができるんですよね。で羽田空港に関してはですね ANA のウェブサイトもしくはですね電話でねあの予約していただければ利用することができるっていうふうになるわけなんですけどもそれ以外の空港、まあ、羽田空港以外はですね、まあ、現金利用 っていうのが今までできなかったわけなんですけども昨日、ね、発表されまして2月1日の搭、ね、乗分よりですね新千歳伊丹福岡那覇の、ね、この4つの空港がですねこちらのサービスの概要なんですけども、まあ、対象になるのはですね先ほど言った新千歳伊丹福岡那覇の、ね、この4つの空港っていうふうになっておりまして料金の方がですね1人3,000円。 税込みっていう風になりますでこちらね3,000かかるわけなんですけども1回ねあの利用するごとにね3,000支払うということで30マイルねたまるっていうふうになります。で利用方法なんですけどもまずね予約が必要ということで予約方法はですね電話申し込みというふうになっておりましてこちらちょっとまさかって思ったんですけども、えー、電話番号ね概要欄に載せておきますので利用されたい方はですね あの電話して、ね、予約しててね予約いいただければなと思いますで利用開始はね2月1日の搭乗分という風になりますんで今ね1月の中旬なんであとね半月後の2月1日からですねこちら利用することができるっていう風になっておりまして予約開始はですね本日からという風になっておりまして予約の受付期間なんですけども航空券購入後搭乗前前日18時までですねこちらね予約することができるっていう風になっておりまして注意事項がね一つだけ ありまして、混雑状況によってはですね入室できない可能性があるっていうのがね公式サイトに書いてありまして、まあ、ちょっとねこれどんな感じになるのかわかんないんですけども、まあ、予約してて入れないっていうのはねどうなるんですかねちょっとこれはわかんないんですけども一応ねあのこういった可能性があるっていうことはですね頭入れといていただければなというふうに 思いますでまあ、現時点ではですね先ほど言った通りね電話の予約のみね対応っていった形になっておりまして、まあ、電話しないとね予約することができないんですけども2022年の4月の21日以降はですねウェブサイトからこちら予約開始予定というふうになっておりますので。 4月の21日まではではすね、電話でね申し込みが必要っていった形になります。で料金がですね先ほど言いましたとおり1人3,000円っていうふうになっておりますんでまあちょっとね個人的には高いのかななんていうふうに思うわけなんですけどもまあ ANA ラウンジっていうのは 空港にあるね、クレジットカード、まあ、ゴールドカードを持っていると入れるラウンジありますよね、まあ、あちらのカードラウンジとはね異なってですねアルコールの提供もねありますし、まあ、もちろん飲み放題っていう感じになるんですよね。 まあビールとかね焼酎とかウイスキーとかね、まあ、そういったものもねあるっていった形になるんですよね。またねソフトドリンクとかですね仮おつまみ程度はね提供されているっていうふうになりますんで、まあ、ちょっとね1人3,000円ということで結構ねお値段張るのかななんていうふうに思うんですけどもお酒飲みながらですねゆっくりしてから、まあ、飛行機乗りたいみたいな方はですね結構いいのかななんていうふうに思います。まあ、あの ANA の、ね、国内線に関しては、まあ、何時からチェックインでき みたいなそういったのはありませんので、まあ、夕方の便でね乗る場合であっても、まあ、結構早めに来てですね永ネラウンジでゆっくりしお酒飲んでからですね搭乗するみたいなね、まあ、そういったこともですね利用することができるのではないのかなというふうに思いますんで結構ねお酒飲まれる方であればですね1人3,000円っていうのはねまあ悪くはないのかなっていうふうに思います。 まあ ANA ラウンジ自体はですね本来ね ANA のステータスを持っていたりですねプラチナダイヤモンドあとスーパーフライヤーズですねあとプレミアムクラス登場者と ANA のプラチナカードね保有者のみがこの ANA ラウンジってね本来入れるっていう風になっておりますのでまあ利用したことない方はですね一回入ってみるのもねいいのではないのかなっていう風に思いますまあ私ねあの ANA のダイヤモンド持ってますけども JAL のねステータス持ってませんのでまあ もしね、あの桜ラウンジが有料で利用できるっていうんであればですね、1回ぐらいはね、3000であればね、ちょっと入ってみたいなっていうふうに思いますので、まあ、こういったものをね、保有されてない方はですね、結構いいのではないのかなと思います。まあ注意事項っていう注意事項は特にないですかね。まあ、英霊ラウンジにはね、食べ物は置いておりませんので、まあ、おつまみ程度はね、本当におかきみたいな、そういうものはあるんですけども、あの、食事っていう食事はね、 置いてありませんので国際線だとね食事はあるんですけども ANA ラウンジであの国内線の ANA ラウンジっていうのはおつまみしかありませんので私の動画ねずっと見ていただいている方でまあ私いつもねスイートラウンジでおにぎりとか食べてますけどもあれはまた ANA ラウンジとスイートラウンジでまた別のラウンジっていう風になりますんでスイートラウンジはねダイヤモンドステータス。 持ってないとちょっと入れないっていう風になりますのでまあここぐらいですかねまああの個人的にはね1回3000円だったらねお試しで試してみるのもねいいのではないのかなと思いますまたですね羽田空港の利用料金がねちょっと下がるんですよね今までね3100円だったんですけども3000に下がりますで 積算マイルも今まではね31マイルだったのが30マイルにね変わるっていった形になりますこちらはね2月1日からね変わるっていうふうになりますんでまあこれもね一応2月1日からね変更されるっていうふうになりますんでこちらもね覚えておいていただければなと思います。 思いますそれでは次にですね旅客施設使用料 PFC に関してなんですけども先日ねヤフーニュースとかにもなってましたけども値上げっていう話でですねまあ、今後ねあの空港のねあの改修工事とかそういったのに当てますみたいな感じでねヤフーニュースには書かれてたんですけどもこちらね、えー、今後のね新旧比較なんですけどもまずねこの赤い枠に入っているのが、えー、今後のねあの料金っていうふうになっておりましてで赤字になっている部分がですね えー、今回、ね、値上げにに入っってている空港って言った形になりますですので空港で言うと羽田空港と伊丹空港と那覇空港、まあ、この3つがですね今回値上げ、ね、されるっていうふうになりますんでこの旅客施設使用料っていうのはですね2021年の9月ぐらいだったと思いますけどもあの ANA マイルを使ったね特典航空券でもこちら支払う必要があるっていうふうになりますんで ANA マイルでね航空券発券されて、まあ、何百円で、ね、請求が来ると思うんですけども。 それがねこの 旅客施設使用料っていった形になりますでこの変更時期に関してなんですけどもこれね公式サイトをね見ると非常に分かりづらくてですね2022年の3月1日以降に購入された2022年3月27日以降搭乗分の航空券に適用されるみたいなね、まあ、そういった感じでね書かれておりますので、まあ、ひとまずですね完全に切り替わるのは2022年の4月1日以降って考えていただけるとねあの 分かりやすいかなっていうふうに思いますので、まあ、4月1日以降はですねこの 料金でですね PFC 徴収されていくっていうふうになりますんで特典、まあ、航空券ね発券した時にですねこのお金なんだっけと思ったらあこれが旅客施設使用料かっていうふうにね思っていただければねいいのかななんていうふうに思います。まあひとまずですねマイルを使った場合でもねこちら徴収がねされるっていうふうになりますんででこれに関してはですね ANA はね現金で徴収っていった形になるんですけども JAL はね 今のところねマイルで徴収っていうのは多分変わってないと思いますので ANA に関してはねこんな感じであのお金で徴収されるっていうふうになりますんで、まあ、この点もねあの ANA だけだよっていうところはね覚えておいていただければなと思います。ということで今回ですね ANA ラウンジの有料利用拡大とあと PFC についてね解説させていただいたわけなんですけども ANA ラウンジねまあステータスね保有されてない方はですね 現金ででで体験できるのはいいですよね私もね SFC する前にねこれ利用できたんだったら1回ぐらいね見てからねちょっとあの SFC 修行したかったなっていうふうに思いますんでねまたね今後 SFC 修行ねされる方で、まあ、お酒楽しみながらですね SFC 修行されたいっていう方はですねまあプレミアムカードとかねあのプレミアムクラスとかね利用しなくてもですねお金払えばね利用することができるっていう点ではですねまあいいのではないのかなというふうに思います。まああの このね有料利用ねできるんですけども、これ現金しか使えないみたいなんで、今のところねカードも使えないみたいなので、まあ、この点をね注意しといていただければなと思います。またですね、PFC に関してはちょっとこれはねどんどん値段は上がっていきそうですよね。うんまああのこのお金でどんどんあの空港の とかね行っていくっていうのを考えると、まあ、どんどんね建物古くなっていくと思いますんでってなればどんどん徴収額はね今まだね安い空港はすごい安いんですよ北九州とかまだ100円ですし福岡空港とかまだ110円なんで今後ね多分おそらくこれもね上がってくるんじゃないかなっていうふうに思いますよねね、まあ、施設はど、ね、どんどん古くなっていきますからね。 ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげると,と、も嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。